ですね、まあ、受賞は多分その当時もお話ししたと思うんですけど3回目のコンペでした。 こちらのコンペするので、しかも最後の最後で、まあ、ポートフォリオにちょっと載せれたらいいなっていう、まあ、ちょうどいい好きなテーマだったのでそういう気軽な気持ちでやっていたのでまさか最優秀賞を取ると思わずびっくりしたなっていうので、ですね、設計事務所ブルースタジオというところに勤務しておりまして、まあ、主に個人邸のリノベーションの仕事がメインになっていますが事業主様相手にまあ、ビルの一棟改修ですとかもやっております。はい、そしてすごい難しいテーマだっただろうなって思いました。で私たちの時と違って敷地も、ね、しかも最近新しくなったばっかりみたいなところだったと思うので私がやったらどうだっただろうなとかこういうこと、あ、こういうこと考えるんだなとか刺激を得ました。はい、結構、まあ、このアフェレさんはそうなんですけども機構を作ってたりとか金具一個一個すごい大事に作ってらっしゃると思うんですけどその、まあ、家具的な視点というか物がこう動いたらこうなるとかこういう形だからこういうものができるんだとかそういうことに意識していくっていうのを、まあ、やっていくと実務になっても結構面白いのかなって興味がどんどん湧いてくるのかなって思いますかね。